あとこの日本一の会から、挑戦する、松田龍介、松田龍介の応援に、参議院鈴木宗男、鈴木宗男さんがもう間もなくこの場所に駆けつけていただく予定でございます。ぜひ、多くの方にですね、ちょっと雨が降ってまいりましたけれども、足を止めていただければ幸いで、ございます。私は、地元選手のです。ありがとうございます。参議院柳瀬博君でございます。いつも地元地域の皆さんには、本当にお世話になっております。ありがとうございます。今日はこの後この場所に、松田龍介頑張れと鈴木宗男、あの有名な鈴木宗男さんがですね、今日は北海道からわざわざ駆けつけて、いただき予定でございます。ぜひ、話を聞いててください。まあ、皆さん、7月東京都議会議員選挙迫ってまいりました。ぜひこの選挙注目していただきたいですね。皆さん、4年前のこと覚えてますか？4年前の都議会議員選挙、これ大変な選挙です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、吉田君ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当大変な選挙でしたね。小池さんが知事となって、そして都民ファーストの会の大フィーバーでした。そこではとにかく東京大改革をするんだ、いくつかのゼロ、花粉症ゼロとか満員電車ゼロ、いろんな公約を掲げて、そしてその結果としては都民ファーストの会の圧勝。とにかく50議席ですから、多くの議席を占めた、それがこの前の東京都議会議員選挙でした。で、皆さん、よく考えてみてください。あれから4年が経ちましたが、都議会は変わったんでしょうか？あの時言ってたこと、ブラックボックスをなくすんだ、これずっと言ってましたね。つまり都議会はなぜか知らないうちに、都民の皆さんに全く知らされずに、いろんなことが決められているんだ、これがおかしいじゃないか、だからブラックボックスをなくそう、情報公開こそが一丁目一番なんだ、これ言ってたのが都民ファーストの会ですよ。でも皆さん、それからどうですか？4年間経って、私ははっきり言いますよ、4年前以上にブラックボックスになったんじゃないですか、今の都政は。だから小池さんの緊急事態宣言、自粛要請、どこでどう決まったのか、どういう判断基準で決まったのか、さっぱり分かりません。つまり4年前よりも状況はひどくなってますよ。皆さん、こんないい加減なこと許しておいていいんでしょうか？映画館は自粛でも、劇場は自粛しなくてもいい、これどういうことなんでしょうか？だいぶ基準も変わりましたよね。曖昧な基準で皆さんに自粛をお願いする。そしてその一方で、東京都議会は4月、5月と1回も開かれませんでした。ブラックボックスどころか、東京都政になぜこの基準なんですか、なぜ緊急事態宣言なんですか、どうなったら解除されるんですか、これを問うのが都議会。でも4月、5月と都議会は1回も開かれませんでした。皆さん、このことご存知ですかね。これで果たして都議会は皆さんの役に立っているんでしょうか？でも年収変わらないんですよ。年収は1400万円ずっともらい続けている。4月5月1回も働かずに何しているのか分かりませんけれども、でも1400万円の年収は変わりません。それが今の都議会の実態ですよ。6月の議会を開いたかと思ったらすぐに閉じてしまった。なんかよく分からないうちに、みんなで談合して、とにかくみんなでうまくやろうよ、都民の皆さんには一切知らされない、それが今の都政であり都議会なんではないでしょうか。私たちはこれはおかしいと思う。4年前都民ファーストの会はおかしいと言った、皆さん信じたじゃないですか。その時の状況は一切変わってませんよ。私たちは変えたいと思います。小池さんがいろんなことやってますね。緊急事態宣言で皆さんには8時には家に帰れ、お酒は飲むな、
いろんなことを要請してますよ。でもそれは何なんですかね。なぜかと言ったならば、東京でしっかりと病床を確保することができなかった、これが最大の原因ですよ。私たちずっと言ってました。重症用ベッドを確保しなければならない、 ECMO が必要だ、もっともっと医療提供体制作っていこう、ずっと1年間でしょ、これ私たち言い続けてきたんです。でもその結果どうですか。ベッドほとんど増えませんでした。だからちょっと患者が増えたならば、これヨーロッパよりもかなり少ない水準、アメリカよりもかなり少ない水準ですけれども、すぐに自粛、緊急事態宣言、皆さん自粛してください。やるべきことをやらずに皆さんに痛みがかかりすぎてきた、それが今の都政、今の都政ですよ。でも問題はこの都政に対して誰も何も言わない。都議会は一体何してるんでしょうか。小池さんがおかしなことをすれば、いやいやこれはどうしてなんですか、小池さんおかしいじゃないですか、これを言うのが都議会議員の役割ですよ。でも残念ながら今都議会はその役割を果たしていません。都議会議員選挙は7月近づいてまいりました。だからどの会派もまあ小池人気にあやかりたい、小池さんから悪口言われたくない、敵と認定されたくない、だから小池さんに文句を言うのはやめておこう、みんなそう思ってるじゃないですか。これで本当に都政は大丈夫なんでしょうか。都議会は役割果たしてないですよ。皆さん都議会変えましょうよ。都議会変えたら東京はもっともっと良くなりますよ。もっともっと良くなります。東京には23兆円もの資産があって、皆さんにもっと財政支出できるはずなんです。もっともっと困難な状況に皆さんに寄り添う政治ができるはずなんです。それを私たちは実現したい。皆さんの声をしっかりと都議会にお届けをしていく、都議会の本来の役割を取り戻していく。どうか皆さん、私たちしがらみのないただ一つの政党、日本維新の会、お力をお貸しいただきたい、お願いを申し上げたいと思います。あ、ただいま鈴木宗男さんがこのラジオを選びました。ありがとうございます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 。今日は北海道から、鈴木宗男さんがですね、松田龍介頑張れ、松田龍介頑張れと、わざわざ北海道から駆けつけていただきました。私たち日本維新の会、参議院議員でもあります。もうテレビでもすっかりお馴染み、知らなくていないですね。鈴木宗男さん、鈴木宗男。参議院が、松田龍介頑張れと駆けつけていただきました。それでは早速ではよろしいですか。ありがとうございます。それでは早速、鈴木宗男から松田龍介頑張れとメッセージをいただきたいと思います。じゃあ鈴木宗男さん、どうぞよろしくお願いします。こんばんは、駅前の皆さん、こんにちは。ただいま紹介いただきました参議院議員、日本維新の会所属の鈴木宗男であります。皆さん、今日の東京は涼しいですね。私今札幌から来たんですけども、なんと帯広も30度を超えてました。北見も31度です。札幌はちょっと気温が低くて、それでも28度でした。今東京について、いやー東京は住み心地がいいな、特に蒲田駅前はいいなと思ってですね、車上に立っているところであります。ただいま山形参議院議員がお話しされました。皆さん、山形さんは必ず日本の政界のリーダーになれる男です。私は昭和44年から永田町にいます。昭和58年35で国会に出ていった男であります。いろんな政治家を見てきましたが、私はこの山形参議院議員は必ず日の日か日本を背負って立ってくれる、こう
ております。どうか皆さん山手産業をよろしくお願いいたします。そして皆さん、その山崎さんの後を継ぐ男がこの松田龍介さんであります。去年の補欠選挙、皆さんのおかげで79,049票という尊いご支持をいただきました。どうか皆さん、去年同様の支持をくれとは言いません。半分で結構です。4割で結構です。今一度松田龍介とご記名をいただきたいんです。山手さんからもお話がありました。皆さん、今の都議会、皆さんの声が、皆さんの思いが伝わっておりますか？響いておりますか？皆さん、ある意味では慣れ合いと言ってもいいんではないでしょうか？もたれ合いではないでしょうか？どうか皆さん、数を入れましょう。その数は、皆さん方の心が、声が届く組成にするということです。それには若いやる気のある松田龍介が期待されなくなってやっていける、私はそう考えるものであります。松田さん、皆さん、去年皆さんからいただいた尊い出場を忘れておりません。選挙終わった後も何回も私は松田さんにお会いしてますが、あの尊いご指示を必ず私はいた、必ず私はやってみせる、強い決意と覚悟を持って熱く熱く語っているのが松田龍介さんです。皆さん、政治家に必要なのは信念であります。政治家に必要なのは心だけであります。その信念、心出し、やるまつさんの後をしっかり受け継いで、松田龍介さん、胸に秘めております。私は、その松田龍介さんに期待したいんです。まだ30の前半です。20年、30年、40年、働ける男なんです。どうか皆さん、松田龍介さんを都議会議員にしてください。働かせてください。そして皆さんの声を松田さんに、柳川さんにぶつけてください。時には鈴木宗男にも物を言ってください。私は天国と地獄を経験した男です。35で国会に行ったのはいいんですが、49で大臣になりました。皆さん、今の政界見ても30代で大臣になったのは6人しかいません。40代で大臣になったのは69人しかいません。そのうちの私は一人です。で、大臣から官房副長官、党の総務局といわゆる自民党の要約と言われている今の仙台市長です。それもやりました。しかし小泉純一郎や田中真紀子の結果から権力でぶつかったのゆえに私は逮捕までされました。しかし私は頑張ってきました。正直者がバカを見る世界はいけない。真面目に頑張ってくるのは報われる、そんな社会にしなければいけない。私は松山市からさんの力を借りて北海道で新党大臣を立ち上げて刑事飛行機に乗りながら国会に復帰しました。最高裁まで戦ったけれども負けてしまいました。それから皆さん、5年間公民権停止であります。去年選挙に出れませんでした。しかし2年前日本維新の会の交渉をいただいて、今私は晴れて国政で味を獲得ができております。
時間通りにいかない、人生を持った通りにいかない。しかし諦めるな。生きてればいいことがある。生きていれば逆転もある。鈴木宗男を見て、こう私は言いたいんです。どうか皆さん、若くてやる気がある松田祐介さんです。力を貸してください。体の面は私や柳川さんでしっかりサポートしてまいります。皆さん、羽田空港を抱える大田区は世界の大田なんです。そのためには世界に通用する政治家を作っていかなくてはいけません。都議会議員には松田祐介です。国会議員には柳川さんがいるんです。我々それまでしっかり力を組んでやってまいります。どうか皆さん、松田祐介にお力添えたまりますよう鈴木宗男、そしてお願い申し上げて社長からのお伝えいたします。ありがとうございました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 。ただいまのお伝えは、北海道から、駆けつけていただきました。先に鈴木宗男さんからお伝えした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に温かい思いを、松田祐介頑張れ、松田祐介頑張れ、諦めることなきしっかりまっすぐに進め、こういうメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この鈴木宗男さんからの激励をですね、しっかりと胸に松田祐介、残された期間はあるかですけれども、しっかりと東京パリ会に向けて、戦いに行ってまいりたいというふうに考えております。どうぞ松田竜介とどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木宗男さんはこの後公務がございますので、そうですね、ありがとうございます。ぜひ、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に熱いお言葉をいただきました。それでは、このナイトを引き続きまして、松田竜介、広報予定者、本人からお伝えをさせていただきたいと思います。来たる、7月の東京都議会議員選挙に向けて、活動をしております。日本維新の会33歳松田竜介からお伝えさせていただきます。よろしくお願いします。開催地西市ご通行中の皆様、こんにちは。6月25日公示予定の東京都議会議員選挙、この私から昨年に続き挑戦を争いしております。日本維新の会の松田竜介、日本維新の会松田竜介です。先ほどまで壇上では日本維新の会鈴木宗男参議院議員がこの開催地西口駆けつけていただきまして、私松田竜介の応援メッセージいただきました。鈴木宗男参議院議員からの話がありました。政治に必要なのは信念だと。私昨年の補欠選挙、多くの皆様にご支援をいただきました。7万9049票、多くの皆様から力をいただきましたが、力不足で実践落選。ただこの1年間、誰よりも信念を持って今のこの状況を少しでも良くしていきたい。このコロナ禍、皆さんの生活が厳しい中、少しでも政治が皆さんを助けていく、この信念でこの1年間やってまいりました。6月25日公示まで残り2週間となりました。今しっかりと東京都、皆さんの生活を支えていく、地域の経済、地域の雇用を守っていく、このためには今緊急事態宣言です。政治の力が必要不可欠なんです。ただこの1年間どうだったでしょうか。この東京都コロナ対策、もちろん小池都知事も1300万人この東京都舵取りが非常に難しいと思います。ただ上から目線の自粛要請、休業要請、ありがとうございます。
それでは私たちの生活良くなっていかなかったんです。なぜ政治は上から目線で皆さんには自粛要請、休業要請と言いながら負担を押し付けるのか。本来ならば政治は皆さんの生活を今日より回す、明日よりも明後日良くしていく、これが政治の役割なんです。しっかりと今皆さんの生活を支えていく、地域の経済、地域の雇用を守っていく、このためにも東京都議会、東京大学会が非常に重要なんです。緊急事態宣言が発表され、この後は皆さんの生活どうなったか、多くの皆さんが苦労してきました。国は持続化給付金、特別定額給付金、家賃支援給付金、さまざまな支援策を行ってきましたが、今年に入ってなぜかコロナ禍は続いているにもかかわらず打ち切ってしまったんです。ただ今の政権だと菅総理を見ていてもそうです。なかなか国には期待できない、だからこそ東京都でやっていく、そして東京都にはこれだけの力が、財源を捻出することもできます。皆さんの生活を支えていく十分な力があるんです。ただそれをやってこなかった、これがこの1年間の東京都です。4月5月緊急事態宣言にもかかわらず臨時の議会は一日も開かれませんでした。なぜ緊急事態宣言で多くの皆さんが困っている中、私たちの税金、皆さんが毎日毎日汗水流して働いて納めていただいた税金から報酬を得ている、都議会議員が4月5月の2ヶ月間一日たりとも働いていないのです。ようやく6月に入って仕事を始めたと思えば7日間でまたお休みに入る、こんな楽な仕事ないんです。私たち一人一人のためには何一つ働いてくれない、これが今の政治の実態なんです。上から目線、自分たちの報酬は議会に出なくても変わらない、1000数百万円以上、自分たちは安全地帯から皆さんには上から目線で自粛要請、休業要請、負担を押し付ける、残念ながら今これが今の東京都政なんです。私、日本維新の会、松田龍介、しっかりと皆さんの声、今納得できるコロナ対策がこの東京都実施されているでしょうか。もちろんコロナの感染収束に向けてまだまだ時間がかかるでしょう。そしてすぐに政治の力でコロナを収束させることはできない。ただやはり皆さんの税金から報酬をもらっている政治家は納得をできる、皆さんが納得ができる政治を行っていかなければいけないんです。私、日本維新の会、松田龍介、6月25日公示予定東京都議会議員選挙、少しでも皆さんが納得できる政治をこの私から東京都政で実現をする。昨年の4月の補欠選挙では多くの皆さんのご期待をいただきました。私はこの思い忘れずにしっかりとこの1年歩いてきました。あと2週間で選挙戦が始まります。しっかりとこの補欠から皆さんの生活を支えていく、今の東京都議会ができない、だから私自身が皆さんの声を東京都政に届けてまいります。本日は多くの皆様にこの川田市西口お集まりいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ただいまの訴えは、今年の夏7月に、この東京都議会議員選挙を行われます。この地元大阪から日本維新の会公認で、挑戦するよって松田龍介からのお伝えでございました。33歳、総合商社のアルデミの出身、どうか私、地元参議院議員柳瀬博文の後継として松田龍介を押し上げていただきますように、心からお願い申し上げたいと思います。今日はですね、非常に多くの仲間の皆さんに駆けつけていただいております。先ほどは鈴木宗男さんに駆けつけていただきましたけれども、この先般のですね、東京都知事選挙でも大変お世話になりました。今は東京第1区、衆議院候補予定者として、活動しております小野泰輔。先般の東京都知事選挙では
小池百合子東京都知事とガチンコで対決をして、そして非常に多くの皆様からのご期待を頂戴いたしました。結果は正解、ということでありましたけれども、小野大輔支部長が駆けつけていただきましたので、小野大輔さんにこのマイクをお譲りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、柳瀬参議院議員ありがとうございます。実はですね、私小野大輔、この地元の柳瀬さんと海城高校の同級生で、まあ、その縁でですね、昨年私小野大輔都知事選に出るというふうに、まあ、非常に無謀な戦いをしたんですが、その時に、この旧友のですね、柳瀬博文に、手伝ってもらったという縁で今、一緒にですね、維新で戦っているということでございます。そして、我々の、この大田区からですね、この都政に挑戦する松田祐介をですね、ぜひとも勝たせたいということで、このように今日一日中ですね、蒲田の駅の東口、西口で皆様にお知らせさせていただいております。日本維新の会、小野大輔でございます。皆さん、先ほど鈴木宗男さんが来られてですね、本当に熱い、スピーチをされました。やっぱり、まあ、本人も、言ってましたけども、地獄を見た男という、その一言が本当に凄みがあるというふうに思うんですね。私ども日本維新の会、やはりですね、この政治において逃げてはいけないと、どれだけこの困難が伴うと警察から逮捕されるとですね、やはり本当にこの政治として果たさなければいけないことを最後まで諦めずにやるということをですね、しっかりやるというのが日本維新の会だと私小野大輔思っているんですね。やはり今どうですか、自民党、とにかくですね、このオリンピックにしてもですね、そのために、皆さんに、この負担を敷いてですね、その代わりやるべきことをやっていない、それが1年半ぐらいも続いている、そのことによって本当に大切にしなければいけない都民の生活が、国民の生活が犠牲になっている。それがですね、この GDP も、まあ、主要国においても日本が一番このマイナスが激しくなっているということにも表れているというふうに思います。私ども日本維新の会、そしてこの大田区から挑戦する松田龍介は、今回この都議選においてですね、経済対策をやはりメリハリを聞いたものをしようということで、皆さんにお約束をいたします。2兆円の経済対策、これは200万円の持続化給付金をもう1回やろうと、そしてお店をやっている方々へ家賃のこの支援もですね、これももう1回やっていこうと、そしてお子さんをお持ちの方、学生の方、未来を担う子どもたちのために1人10万円の給付金も党独自でこれをですね、配っていこうということをお約束をしています。全体で2兆円の経済政策、これをやっていく予定でございます。本当はですね、こんなことは政府がやらなければいけないんですね。もっともっとこの皆さんに我慢を強いてきた、思うように商売もできない、学校にもなかなか友達も作れない、そんな苦境をですね、穴埋めするためにもっと手厚い支援をしなければいけなかった。しかし政府がそれをやろうとしない。ですから東京都が自ら、この東京が沈んでしまったらもう日本は終わるんですね。ですから東京都自らが自分でですね、身を切って、そして都民の皆さんに直接給付をするということをですね、もう一回私ども日本維新の会、もう3回目の緊急事態宣言、これが4回目5回目になればもう皆さん耐えられないと思うんですね。ご商売をされている方々の気持ちが本当に今の政治家や官僚が分かっていると思えないんですね。私ども日本維新の会、さまざまなバックグラウンド、松田龍介も商社マンです。もともと民間にいました商社マンですから、もちろんいろんな零細企業との取引もしています。資金繰りがどれだけ辛いのかということも当然分かってこの政治の現場に立っています。ですからそういった本当に苦境にある皆さんを支えるため、もう